この項目は、スコッチウイスキーの銘柄一覧である。大麦麦芽の実を原料とし、一つの蒸留所の原種から作られるもの。北ハイランドさん、グレンモオレンジクライヌリッシュダルウィニー南ハイランドさん、東ハイランドさん、西ハイランドさん、オーバンフォーレスさん、エルギンさん、バッキーさん、キースさん、ローゼスさん、ダフタウンさん、バルベニーグレンフィディックリュベットさん、ザ。 グレン・リベット・アベラワー・カード・ウ・クラガン・モア・グレン・マレン、マッカラン・のック・カンドを現在稼働している八つの上流所のほか、1983年に閉鎖されたポート・エレン産のウイスキーも市場に流通している。キルフォーマンを除いて上流所が海辺に建てられている影響から、ヨード州がし、さらにピート由来のスモーキーさを持つ。 有名なブレンデットウイスキーには少なくとも5%のアイラーモルトが混ぜられていると言われる。北部で製造されたものは風味が重く、南部で製造されたものは軽い傾向にある。2014年にはインダール湾沿いにおいてガートブレック蒸留所の建設が進められ、2015年に蒸留開始、2018年以降出荷を予定している。2018年にはアードナホウ蒸留所が 建設予定である。アードベック・ボーマ・ブリイック・ラディ、カリラ・ラガブー・リン・ラ・フロイング、スプリング・バンカ・ヘーゼル・バーン・ロング・ロー・アイランズ・モルトは、アイラ島以外の島で製造されているものを指す。各上流所が島にあるという地理的な要素に基づく、分類であることから、その風味の性格は10人10色であり、アイランズ・モルト全般に共通する特徴は見られない。 ハイランドパークタリスカー大麦麦芽のみを原料とし、複数蒸留所の原種の混合で作られるもの。複数蒸留所の大麦麦芽から作られた、モルトウイスキーと、穀物から作られた、クレーンウイスキーの混合から作られる。バランタインシーバスリーガルカィサークデュワーズ、ジョニー・ウォーカー・オールド・スマグラー・トウモロコシ、ライ麦、小麦などの穀物を主原料に、大麦麦芽を加えて投下。 発酵させたウイスキーの熟成によって作られたもの。ありがとうございます。